これ田村大臣も菅総理もですね、菅総理もこういうことをおっしゃるんですね。これまで延べ4000万人が利用しているが、コロナ陽性になったのは180人だと、まあ、今回200人超えたわけですけれども、まあ、少ないと言わんばかり。田村大臣も参加されている方々は3000万人以上、感染は138人というのを当委員会でも繰り返しおっしゃっておられるんですが、数字上はそうかもしれませんけれども、これ私聞いてびっくりしましたのは、参加しているお客さんにですね、 GoTo トラベル陽性になったら報告するようにということは言ってないということなんですね。ですからたまたまというか、旅館が気づいた場合、報告するとか、保健所からですね、何か報告があるとか、お宅の旅館でとか、そういうたまたまでないと上がってこないということを聞いて、これびっくりしたわけでございまして、だからこれ氷山の一角だというふうに捉えていただきたいと思うんですが、これ副大臣に重ねて聞きますけれども、まあ、今は大阪と札幌の出だけを停止してますが、これはその後その停止を拡大するという検討はしているんですか。規制を受けないと検討しないと、こういうことなんですね。赤羽大臣も NHK のニュース見てましたら、そういうような出発地を外すことは検討していないと。これは多分大阪と札幌のことだと思いますが、いずれにしても拡大、停止を拡大するのは検討していない、つまり都道府県からそういうことが上がってこないと動かないと今うなずいておられますけれども、本当に国としてですね、これそういう姿勢でいいのかということで、私は本当に強い危機感を本当に持つんでございますけれども、そこで今日お忙しいところ尾身先生にも来ていただいておりますけれども、尾身理事長にお伺いしますが、尾身理事長はですね、今の大阪と札幌のみ、出発だけ、これが今予約停止と、これだけの措置で、その後は検討しないと国は言っておりますけれども、尾身先生は GoTo トラベルについて、当然その GoTo トラベル以外もですね、いろんな感染の可能性というのはあるんで、ただ GoTo トラベルも全体の人の行き来を増やす、総量を増やす手段の大きな一つだし、さっき尾身先生がここで答弁されたように、国民が気持ちが緩む、そういう一つのですね、悪いメッセージになると。こういうようなことも私たち考えておりますので、病床確保、これ計画を作ってやっていただいておりますが、ね、いかんせんこれ感染がやはり予想以上に早いという意見も、実はこの間の分科会でどなたとは申し上げませんが、そういうことを専門家の方はおっしゃられました。1週間、以前と比べて思ったよりも早いと、まあ、これがこの感染症の怖いところなのかも分かりません。そういう意味ではそれに間に合うような形でどう医療施設を確保するか、そしてさらに今日午前中もお話ありましたけれども、寒さという問題、乾燥という問題、これは私もですね、私は専門家でも臨床医でもありませんからあれですけれども、こういうものに関してもこれから感染拡大する可能性があるということで、しっかり対応していかなきゃならんと思っています。そういう意味では医療をしっかりと守るという意味では、提供体制を整備していく最大限のお手伝いしていかなきゃならんと思っています。一方で私は労働者の、まあ、言うなれば意見を代表する立場にもある大臣でもあります。そういう意味では雇用もしっかりと守らなきゃなりません。その中において今言われた GoTo なるもののですね、まあ、感染に対する影響というものは、これはいろんなご意見ありますけれども、直接の調査はないというご意見、これは分科会のご意見でもございました。その中で分科会から改めてですね、GoTo トラベルに関していろんなご意見提言をいただいたわけでございますので、それはそれとして検討をしてまいらなければならないと思っておりますし、政府の中で検討はいたしておると思います。そしてまた最後にね、最後、いやいや、その まだ GoTo に関して何ら対応していないところに関して申し上げれば、いいです、GoTo トラベルキャンペーンを、ちょっと委員長、でそれでね、で要するにそれに関しては、要は知事さんのご意見もお聞きするというのが今までのルールなんです。ですから知事さんのご意見も、これ担当は多分西村さんになるんだと思いますが、大臣にしっかりとご意見もお聞かせをいただきながら、
私は厚生労働大臣として医療の逼迫状況というものはしっかりと お伝えを、これは内閣にさせていただいております。長妻昭君、これですね、深刻だと思いますね。大臣の中でブレーキ踏む大臣誰もいないじゃないですか。田村大臣がそんなことでどうするんだというふうに思いますよ。これ田村大臣も今感染は予想以上に早いとかですね、寒さが心配だと、そういうことを危機をおっしゃりながら、なぜか GoTo トラベルは触らぬ神にたたりなしなんですかね、触れない、おかしいと思うんですよね。これその直接の GoTo トラベルキャンペーンが感染拡大した直接のエビデンスがないと、それはそうだと思いますよ。じゃあ感染を拡大させてないエビデンスもないじゃないですか。そんなもんわからないんですよ。ただしいろんな方がおっしゃってますよ。例えば、大曲先生、あるいは中川日本医師会の会長、例えばですね、中川会長は GoTo トラベルが感染者急増のきっかけになったことは間違いないと、感染者が増えたタイミングを考えると関与は十分してるだろうと。10月1日から東京が解禁になって、だいたい10月のですね、15日ぐらい、中旬ぐらいから相当ぐっと増えてるんですよ、全国の感染が。まあ、こういうふうにお医者さんもおっしゃっておられる。そしてですね、先ほどベッドのことをおっしゃいましたけれども、昨日ですね、大曲国立医療、国立国際医療研究センターがですね、このまま増え続ければ通常の医療が圧迫され深刻な状況となると、予定されている手術が受けられなくなると、こういうですね、相当な危機を表明されてるんですよ、東京都の会議で。で、田村大臣でもすらっていうか、まあ、田村大臣がですね、11月25日、こういうふうにおっしゃってますよね、分科会ですかね、通常の医療を提供できづらくなっていると、悲鳴のような声も聞いていると、大臣自らおっしゃっておられるんですよ。医療が崩壊してしまったら国民の命が守れない、田村大臣がおっしゃってるんですよ。で、GoTo トラベルキャンペーンは関係ないじゃなくて、これ、大いに国民の気の緩みも含めて、先ほど尾身先生がおっしゃったようなことで関係してるわけですから、これはですね、東京23区、例えば名古屋市、さっき尾身先生がおっしゃった、そして札幌市、大阪市の出発分、これはですね、せめて中止するべきだということをやっぱりおっしゃっていただきたい。東京23区はこれ大きいですよね。旅行者のボリュームも違いますから、他の町に比べるとですね、東京23区もこれ中止するというようなこと、少なくともですね、そういうようなサジェッションを閣内でなぜ言えないんですか、言っていただけないですか。田村厚生労働大臣。GoTo トラベルだけじゃないですよね、はっきり言って。その一番の影響は、今、尾身先生もですね、やっぱり飲食店、お酒を出す飲食店、ここは確かにクラスター起こってます、少佐もあります、でそこは今、東京も名古屋もですかね、名古屋もそうだっけな。名古屋ちょっと今記憶ありませんが、名古屋もそうですね、それから大阪、札幌と、これ、一番やっぱりもう少佐もあって、クラスターが起こっている、これをなんとかしないといけないということで、それぞれの地域の責任者の皆さんが動き出したわけです。で、国の方から適時、そういう分科会のいろんな提言もお伝えをさせていただいてます、その中でそういうようなご判断をいただいたわけです。で、GoTo トラベルも含めてね、その要は感染の予防策をしっかりやっていない、そしてやっていないような移動、さらには寒さ、この3つが感染拡大の要因というふうに分科会もおっしゃっているんです、つまり感染拡大を、ごめんなさい、予防をしっかりやってない中での移動の増加、で、そんな中において、先ほど来、尾身先生がおっしゃっているのは、それはそうだけれども、一定程度やっぱり守らない方々もおられるんだと思います、でそういう意味で、感染拡大地域において、つまり第3ステージの
と見られる、そういうようなところにおいては、まあ、人の移動往来というものを一定程度制限をしてくださいという話でありますから、それを踏まえて今内閣としてですね、そのような、まあ、地域に関していろいろとどのような状況でしょうかというような話をする中で、まあ、言うなれば時間制限というのが一つ出てきたというふうに認識いたしております。長妻昭君。いや、これだけ GoTo トラベルキャンペーンを擁護する厚生労働大臣というのはみっともないなと思うんですよね。それでこれ飲食っていうことも尾身先生2つ言われたんですよ。飲食ともう一つは感染地との往来、この2つだとおっしゃられて、で飲食だってですね、旅行行ったら飲食しますよ、それは泊まった時に。それは飲食だってこれ旅行すれば増えるわけで、で GoTo トラベルキャンペーンが感染を広げたんではないとおっしゃいましたけれども、それは GoTo トラベルキャンペーンがそれだけが感染広げたということは言えないかもしれないですけど、 GoTo トラベルキャンペーンも感染を広げてるんですよ。これそういうことで多くの専門家がおっしゃってるじゃないですか。その時に例えばですね、これも11月の26日、昨日ですね、東京都の医師会の井ノ口副会長が、例年冬は脳卒中や心筋梗塞など入院患者が増加する時期だと、冬はですね、入院が必要な中等症以上の患者のさらなる増加に対応できる病床確保が急務と。病床確保そんな簡単なもんじゃないですよ、私も聞きましたけど。そして全国の重症者は過去最多の410人、東京が一番ですね、重症者ベッドの充足率高いんですよ。そしてですね、11月25日、中川医師日本医師会の会長はですね、全国各地で医療の提供体制が崩壊の危機に直面していると。崩壊の危機がこれから来るんじゃなくて直面しているとおっしゃってるんですよ。ですからこれ厚生労働大臣ですね、ぜひこれ GoTo トラベルキャンペーンについては非常にこれ象徴じゃないですか。これはやっぱり見直した方がいいというのをこれ発信していただかないと。誰も発信しないですよ、国交省検討すらしないって言ってんですから。ちょっと本当にお願いします。で次に検査体制のことなんですけれども、これ未だに PCR 検査聞きましたらですね、1日今能力は8万4585件あると。でただ最高実際に実施したのは11月18日直近だと3万7754件、一番多く実施した時でもその数字で、差額がですね4万6831件もあると。これさっきもですね、安倍さんから質問ありましたけれども、これ高齢者施設や障害者施設に無症状でもですねやっぱり検査をするということがこれ重要だと思うんですね。9月15日に通知出してますよね。感染者が多数発生している地域などについて、その期間、医療機関、高齢者施設等に勤務する者、入院入所者全員を対象に、いわば一斉定期的な検査の実施を行うようお願いしたいと通知出しましたけれども、この通知に基づいて一斉検査したのは何件ぐらいあるんですか、大臣。田村厚生労働大臣。現状はですね把握できておりませんが、これからに関してですねしっかりと都道府県の方からですねご報告をいただくように先般文書を発達をいたしました。長妻昭君、ずいぶんのんびりしていると思うんですね。厚労省に聞いたらば1件だけ、愛媛県松山市の高齢者施設1件は把握していると。それが把握していないということなんですが、これ海外の例を見ても高齢者施設で大変なことになると。80歳以上の死亡率すごいですよ、このコロナの。ここでですね一つですね私が驚いた例として、まあこれ都内のあるですね、高齢者施設なんですけれども、ここはですね無症状だけれども、ちょうどですね、そういう機会があって、これはどこでもそういう機会はないんですけれども、機会があって、従業員全員にやってみたと。そうしましたらですね、職員だけで、まあ感染者出ないだろうと、誰も症状ないからと、念のためということでやったらば、13名が陽性になったと。13名が陽性になったけど、全く無症状だったと。
そこでですね、じゃあ従業員だけだと思ったんだけども、入所者も全員やってみようということでいたしましたら、数名の方が陽性が出たと。しかもその方も今の時点でも無症状だと。もう何週間も経ってますけれども、入所者も感染陽性が出た方全員無症状だと。これ無症状でもですね、いろんな今学説があって、当然感染するあるいは有症状と無症状で感染力は変わらないという説もありますし、無症状の方が弱くなるという説もありますし、いろんな説があって、無症状でもですね感染するというようなケースがあると思うんですが、これ厚労省としては無症状だとですね感染させるというような国の見解はどういう見解ですか。田村厚生労働大臣。検査はですね一定程度得意度というものもありますし、感度というものもございますので、すべてがすべてですね正しい、それが、判断といいますか、陽性陰性が結果が出ているかどうかというのはちょっとこれはまた別の問題としてあると思います。でその上でですね、今世界的に見てもこの無症状者、無症状者のうち発症する前っていう方、これは発症する 2,3 日前はですね感染力がかなり増しているというこういうのはあります。全く無症状の方がうつしているというのはいくつかの研究で100人のうちの5人だとか8人9人というのは私見た記憶がありますが、国としてですね全く無症状な方がどれぐらいの感染力があるかというのをですね明確に我々として持っているようなデータはございません。これ国として、それ長妻明君、国として早急に出していただきたいと思うんですよね。この施設は、数百人の方検査、従業員入居者を受けて、今申し上げたような人数が出たわけで相当な確率です。ですからもしそういう検査を受けてなければですね無症状で、感染させる方がですねそのまま動き回って、発症して高齢者がですね大変な事態になったかもしれないわけで、こういうところは本当に特殊です。で私も高齢者施設あるいは障害者施設いろいろ聞いてみましたところですね、やっぱりですね、近くの開業医が自費ならやってくれるというような、まず自費でですね開業医でやってもらって、自己負担分は払う、しかしそのお金が補填されるかどうか不明だということで、なかなかどういう手順でやったらいいのかわからないというところもありますし、あとですねいろんなそういう悩みを抱えておられるんで、ぜひ大臣ですねこの症状が出てなくても、先ほど申し上げましたように PCR 検査まだ余裕があるわけですから今の段階では、で抗原検査キットもあるわけですから、抗原検査キットだと無症状の方はなかなか出にくいんだろうというふうには思いますけれども、 PCR 検査の余裕がありますから、感染拡大地域の高齢者施設を順次ですねもう指名をして、こちらこちらこちらということで、それで検査を順繰りに始めるというプログラムを作りませんか。いかがですか。田村厚生労働大臣。ですからこの間発達した文章の中にですねクラスター、5人以上クラスターが複数あるって、そこと関わっているような関連しているような介護施設等々に関してはもう優先的にこれを検査をやってくださいというようなことをお願いをいたしました。合わせて感染拡大地域、これは保健所所長ですかねの判断になると思いますけれども、こういうエリアに関してはですね委員言われたようにですね蓋然性がかなりあるということなので、そこに関しては集中的に定期的にそういうものをやっていただきたいというようなことは、これは発達をさせていただいております。長妻明。だから今回ですねこれ緊急事態ですから、ちょっと気になるのはですね今のようにいっぱい出してますよね通知を。11月19日も発熱が一人でもあれば全員検査、陽性出たら全員検査しろとか、いっぱい介護施設も見たらもういっぱい通知ありますよ、もう何十通と。でいっぱいあるけども出しっぱなしで把握してないじゃないですか。さっきもその高齢者施設でですね感染拡大地域で全員検査したの何施設あるかと把握してませんと。
1件しか把握してない、日本全国で。だから通知出したら出しっぱなしで、あとはフォロー全然してないんですよ、はっきり言えば。これ大臣のリーダーシップでちゃんとフォローしないとダメですよ、これ。それで余裕がなかったら私分かりますよ、 PCR 検査でもう1件もできない、満杯だ、相当これ余裕あるじゃないですか。今一番ピークで検査した日だって4万6831件まだ余ってるわけですから、これぜひですね、お願いします。そしてもう一点ですね、これ深刻なのが、私もいろいろ聞きますとですね、なかなかこれ切ない話なんですけども、全員検査、症状は誰も出てないけれども、やっぱり全員検査を受けた方がいいという気持ちがある一方で、あんまりちょっとなかなか外では言えないということなんですけどね、そういうあの施設の方と何人かと話したんですが、検査を受けるとですね、仮に無症状で陽性の方が出ると、これはその例えば従業員であれば自宅に2週間とかですね、利用者であればいろんなゾーニングしないといけないと、相当いろんな意味で負担がかかるから、だからそのことを考えるとですね、なかなかちょっと腰が重いんだと正直におっしゃっていただいたところも複数あるんですよ。これ深刻だと思うんですね、深刻だと。だから進まない理由はこういうところもあるんですよ。で、厚労省もですね、通知を出していただいて、これがですね、6月30日にこの緊急時に備えた応援体制、つまり従業員が休んじゃったときにそこに応援行く体制を作ってほしいというようなことを言ってるんですが、なかなかこれ進んでないようです。そういう意味ではちょっと深刻なんですね。ぜひですね、この点について、応援体制含めてですね、検査を無症状でも受けていただくようにどういうふうに改善するのか、大臣の所見をお伺いします。田村厚生労働大臣。これはですね、確か6月の専門家会議のご提言、当時はまだ専門家会議だったと思いますが、そのご提言の中に、介護施設等々でクラスターが生じた場合にですね、そこで働く方々が、仮に陽性じゃなかったとしてもですね、濃厚接触という形でですね、2週間療養しなきゃならないと。するとその間介護施設で従事される方々のマンパワーが減るので、これは大変なので、そういうものに対してのしっかり体制整備をすべきであるというような確かご提言をいただいて、政府がその後、厚生労働省が文書を発達したので、私はそう記憶してるんですけども、いろんなグループで介護施設やっておられるグループもあります。そういうところはですね、グループ内で人員のそういうことが起こった場合に、人の差配をしていただくような、そんなお願いをさせていただいたりだとか、地域においてはですね、仮にグループ内じゃなかったとしても地域の中での同じ職種業種の中でですね、そういうような融通を作るような、そんな体制を作ってくださいというようなお願いもさせていただきながらですね、言われる点よくわかります。一方で元から今介護施設等々人が足らない、マンパワーが足らないということもございますので、そこも踏まえてどういう対応をすべきであるか、これは我々としてもですね、検討させていただきたいと思います。長妻昭君。これまでですね、自民党政権が医療介護のですね、報酬をどんどん切り刻んできて、普段でもギリギリのところに今回コロナ危機が来て、で人手不足になるからですね、なかなかその検査を躊躇せざるを得ないという、本音の話が本当にいろんなところから聞こえてきますんで、今大臣がおっしゃったのはそういう方針だけども、現実の現場はそうなってませんから、アップアップですから、どこから融通なんかできませんから。ですからこれをぜひですね、人物金を集中的に投入していただきたい。で最後にですね、生活保護の件をお伺いします。自殺者も増えております。配布資料の11ページ目にですね、親族紹介、扶養紹介について、今大体申請された方、あるいは開始された方で一人平均何件ぐらい親族に通知が行くんでしょうか。田村厚生労働大臣。
紹介でありますけれどもですね、平成28年7月の保護開始世帯にかかる状況について、これは扶養照会の件数でありますけれども、平成29年に厚生労働省が調査実施をしております。その結果によれば保護開始世帯数 1.7 万世帯について、扶養調査の対象となった扶養義務者数は 3.8 万人で、単純に計算すると1世帯あたり 2.2 人の扶養義務者が扶養照会の対象となっているということであります。長妻昭君。これ今初めて多分この数字っていうのは世の中に出たと思うんですが、特別調査で調べた数字なんですが、これ私もですね、生活保護を受けるのを躊躇している方々と何人もお話をいたしました。でやっぱり非常に多いのがですね、親族にバレると、それはもう死んでも嫌なんだと、親族に知られるのが、これ大きいんですよね。あと住宅ローン組んでる方はそれが全部売られちゃうっていうのもあるんですけども、いろんな理由があるんですけども、やっぱり多いんですよ親族紹介。それでですね、世界調べると12ページですけれども、日本ほど幅広くやってる国ないんですよ親族紹介。これはですね、切ないと思うんですね。その一番最後のページにありますけれども、こういう通知書が行くんですね、面倒を見なさいというような親族にですね。これ大臣見直す検討を始めませんか、親族紹介、せめてヨーロッパ諸国並みに扶養紹介ですね。これ相当大きいんですよ。私も新宿のいろんな地域を歩いていますと、本当に真っさらの服、新しい洋服で新しいカバンで深夜ホームレスになっておられる方がいらっしゃって、新しくですね、相当な方が今なっておられるんじゃないか。生活保護もですね、今年4月は 24.8% 増加しましたよ申請が。これ大臣見直すということをちょっと宣言していただけませんか。田村厚生労働大臣。扶養が要件にはなっていないので、そういう意味からすると、扶養は優先するという、優先原則があります。あと、資産でありますとか持てる能力最大限これは使っていただく、資産もそうであります。こういうことをしていただいた上で、他の法律的な扶助の制度、これも使った上でですね、最終的にこのセーフティーネットと言われています生活保護、これをお受けをいただくという話になると。で言われる通り、扶養義務に関しては家族関係がもう完全に壊れてたりだとか、それからそもそも DV 等々があってですね、もう自立を阻害する、こういうようなものに対しては、もちろんその自治体においてはそういうものでやってる事例があるとお聞きしてますから、そういうものは我々もですね、それは間違えてますよということを何べんもお伝えをして、そういうものがないようにちゃんと受けられるように、これは権利ですよというリーフレットも作ってですね、今般そういう広報をしておりますでありますから、そういう意味ではちゃんとそこは配慮をしてさせていただいた上でですね、もし扶養をしていただける方がおられるということがあればですね、扶養をいただくという制度になっております。長妻昭君。一人当たりですね、 2.2 人なんですね。 2.2 人の親族に手紙が行っちゃってるんですよ現実は。だからこれ特例でもですね、ぜひ検討していただきたい。そして生活保護費が今年の10月減らされました。またこのコロナの中に、これ本当にですね、よくよく考えていただきたいということを申し上げて質問を終わります。